ガチョンガチョンのガチョスです。今日は滅亡人雷ネットのジオラマを作りたいと思います。全然時期じゃないんですけど、ジオラマのイメージみたいなのがパッと出てきたので、滅亡人雷を作りたいと思います。早速作っていきましょう。まずは滅亡人雷ネットのロゴを切り抜いていきます。これパソコンでペペペって作って、それを印刷して切ってます。このロゴ複雑そうに見えるんだけど、意外と分解してみると全部直線でできてるから、切り抜きの難易度的にはまあ普通よりちょいむずぐらいかな。まあ、ただとにかく量が多いので結構大変だったかな。時間はかかったということで、ひたすら早回しでほぼノーカットでやってます。切った時のこの残骸もなるべく綺麗になるように注意して切ってるんで、多分普通より時間かかってるかなって感じです。これ切り抜きでどんぐらいだろう、30分ぐらいやりました。うん、結構時間かかったわ。これやりながらパーツちぎれないか不安だった。続いては色塗り、まあ黒でいいかなってひたすら塗っていきます。これも量が多いから結構時間かかったかな。うん、黒になった途端味が出てきたね。良き。今回の作品は劇中再現っていうよりは自分の中のイメージを具現化してるっていう感じなので、なんかどこどこのシーンに似てるみたいなのはあんまないかもしれない。ね、ライダーのシーン再現って結構背景難しそうだったから、できそうだったらやってみようかなって思います。なんかリクエストあったらコメントにお願いします。今は黒を塗ってグレーを塗った後に茶色でこう汚しを入れてるって感じかな。これ筆に絵の具つけすぎちゃうとベタってなるから、カスカスにした状態でこすって徐々に色をのせていくっていうのがポイントです。で出来上がった壁にさっき作った滅亡人雷のマークを置いてみます。うん、めっちゃ良いんじゃない。ここからは床を作っていきましょう。これがないと4人置けないからね。滅亡人雷のいいなと思ったシーンって皆さんあります？僕映画かな、リアルタイム見に行った時に、滅びがビルの屋上からこうジャンプしてそのまま変身して、変身と同時に地面に着地する。で斬撃ババ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 ンでアバドンが飛んでいくって、もうあれかっこよすぎるよ。滅びの圧倒的強者感、あの瞬間鳥肌ブワーって立った。ここからは色をのせていきます。まずグレーで下地を塗っていって、この後にね汚し作業をしていきます。この工程見ててもらうと分かるんですけど、結構ね地味かつ時間かかるんですよ。これもなんかどこにどれぐらい色のせてこうっていうのせる量をミスると一気にね崩れちゃうんで、なるべく気をつけながらやってます。まあ、若干ちょっと今つけすぎたわ。で全体のバランスを見ながら汚していって、茶色つけた後に白も入れることでよりちょっとリアル感が出るかな。続いては大事な脇役瓦礫たち。これもね一個一個丁寧に作っていくことでリアリティが高まります。これもね意外と時間かかるの。全部塗って、さっきの床と同じ工程をこの瓦礫一個一個にやっていくんだけど、数が多い。これ何個やったんだろう、60個ぐらい作ったんかな。あ、ごめん60は持ったわ。うん、全然なかったわ。でもこれでも1時間半ぐらいかかるんだよね。さあここまで来たら、さっき各工程で作ったパーツをフレームに入れて合体させていきます。くっつけるときボンドだけだと不安なので、こうやってワイヤーをぐる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 ねじって棒状にして骨組みとして作っていきます。これを2つ用意。さあ壁にドリルで穴を開けていく。そしたら開けた穴と重なるように床を置いて、後ろからさっき作ったワイヤーをセット。ここからはたくさん作った瓦礫たちをまあまあいい感じに置いていきます。この作業がマジで地獄だったわ。めっちゃ大変だった。まあ自分でやり始めたんですけど、この初心者マークみたいなやつ、これ全部で数えたら何個あったんだっけな。あ、これで全部だから数えてみて。これをひたすら同じ形に切って黒く塗って裏返して塗って側面塗ってっていうのを繰り返します。マジ時間かかった。差しのいい方はもう分かりますよね、これが何か。イエスアシッドアナライズ。このフレームにもう一箇所穴を開けて、ここにねなんと針金を通すんですよ。そしたらこのアシタアナライズのパーツ、穴を開けて針金に通していく、これを個数分やっていきます。あー、数が多いこと頑張ったね。そしてもうそろそろ終わりが見えてきた。これ個数足りるのかどうだろうと思ったらまずぴったりでした。そしたら武器を置いて本日の主役滅亡人代の皆さん現場に入ります。なんかよく見るとロゴに漢字が完成。はい、ということで、仮面ライダーのジオラマ第1号はまさかの滅亡人代でした。いやなんかね、今タイミングじゃないよなとかはあったんだけど、パッと一番最初に思い浮かんだで、そのジオラマのイメージみたいなものが、なのでちょっと時期とかはだいぶずれちゃってますが滅亡人代を作りました。大変と思いきや意外とそうでもなかったかな。単純作業はすごい多かったけど、この滅亡人代のアウトドアな感じめっちゃ好きなんだよな。マジでかっこいい。これね、まあ、なんかいくつかこだわりみたいになって、個人的にこの MVP はイカズチなんですよ。この瓦礫に座ってこの武器をここにぶっ刺して、なんか余裕な感じね。滅亡人代それぞれのキャラクター性が出るような感じでちょっとねやりました。滅びのこの左腕からバーンって出てるアシットアナライズ、これ伸ばしてビー来て、まさかの陣の間通ってここから出てくるみたいな。これも針金に一個一個パーツつけてるんで、まあ、ある程度のこのなんか角度調整とかできるようにしたんですよ。結構かっこいいな。あとは後ろのね滅亡人代のマーク、これ頑張ったわ切り抜き。最初ねこの文字いいやと思ってつけてなかったんだけど、やっぱ閉まらなかったから作りました。うん、やってよかったわ結果的に。今回のこのジオラマがいいなと思った方は高評価とチャンネル登録お願いします。これからもバチコリ作っていきますので、こういうの作ってほしいみたいになったらリクエストも待ってます。そんじゃまた次の動画でお会いしましょう。あざした。